ですね、高速道路料金所スタッフの年収についてと語ります。まあこの写真の給与明細書は関係ないので音声だけ拾ってください。ですね、文字通り高速道路料金所スタッフとは高速道路で、勤めるスタッフのことですね。はい、まあそうですね、大体契約社員でやることが多いらしいですね。はい、で初任給が、まあ、大体17万円ほどからと言われてます。17万円ほどで、20代の月収がちょっと下がって15万円ほどと書かれてますね。15万円ほどで、30代の月収が20万円ほど、40代の月収が25万円ほどで、全年齢の平均スタッフがの月収が大体20万円ほどと言われてますね。はい、で年収が ×20 で大体240万円、年収大体240万円ほどとなってますね。はい、ちょっとこの深夜手当1万6000映ってしまったんですけど無視してください。はい、高速道路料金所スタッフ年収240万円ほどでした。終わります。